アホホンドは、グスターボサンタオーライアヤを中心とする音楽グループ。アルゼンチン人ミュージシャンとウルグアイ人ミュージシャンの混成グループである。アルゼンチン単語に、ロックやエレクトロニカの要素を加えて、再構築したサウンドを特徴としている。テクノ、ハウス、ドラムンベースなどのビートに、バンドネオンやバイオリンなどの生楽器を加えたライブに、定評がある。 単語エレクトロニカブームの牽引役となった。中心人物のグスターボ・サンタオーラヤは1960年代末からバンドアルコ・イリスで活動し、その後アメリカ・マヤミでラテンポップスのプロデューサーとして活動した。2000年の映画アモーレス・ペロスで映画音楽に進出し、2003年の映画21グラム、2003年の映画モーターサイクル・ダイアリーズなどでも、 映画音楽を手掛けた。2005年の映画、ブロークバックマウンテンと2006年の映画、バベルでは、2006年と2007年の2年連続でアカデミー作曲賞を受賞している。サンタオラヤは2002年にバホフォンドを結成し、ファーストアルバムバホフォンド単語クラブで大成功を収める。2007年のセカンドアルバムマールデュールセには、エルビス・コステロ、ネリー・ファタド、 小松良太などのゲストを迎えた。2008年10月に小松良太を携えて来日し、ビルボードライブ東京都品川ステラボールデニ公演を行った。2013年にはサードアルバムプレゼンテを発表。一作目から続けているアミタイツのエロティックなジャケットが話題をさらっている。ありがとうございます。